大阪府立リカ医高等支援学校は大阪府摂津市と理科ゆえ一丁目にある特別支援学校。高槻市との境に位置し、敷地の大半は高槻市だが校舎の部分は摂津市の飛び地となっており、住所も摂津市となっている。高等部を単独で設置する知的障害のある生徒を対象にした特別支援学校。通常の高等学校に近い内容で、 就労を通した自立を目標とした支援教育を行っている。大阪府立取海替高等学校の跡地に2013年4月、大阪府立設置支援学校と同時に開校した。同じ敷地にある設置支援学校などとは異なり、入学者選抜を実施している。また、スクールバスや学校給食などの提供はなく、生徒は公共交通機関などで自主通学。 昼食は弁当など各自で用意する。また、トリカ異工等支援学校の生徒が、設置支援学校のスクールバスを利用することはできない。学区は大阪府全域にまたがるが、寄宿舎は設置していない。健常者と一緒に学習できる、強制推進教室が、大阪府立北節翼高等学校と大阪府立千里星雲高等学校に設置されている。 共生推進教室の生徒の学籍はトリカ、異高等支援学校在籍となるが、連携先の各高校に通学して、高校で健常者と一緒に授業などを受ける。また共生推進教室の生徒への指導は、通学先の高校とトリカ、異高等支援学校の教職員が連携して、担当することになる。設置支援学校と併設しているためクラスルームは変わらないが、運動場や、 体育館などは、設置支援学校と共有して使う。ありがとうございます。